方を示すべきだと迫ったということですと、こうありますけれども、そうですね。はあ、ええとですね、あのー、今度の新型コロナウイルスは、別に特別なウイルスじゃないんですね。はあはあ、ええと、まあ、もちろんインフルエンザにインフルエンザウイルスに近いし、えー、それからもともとコロナウイルスっていうのは、まあ人間と共存してきた長い間共存してきて、よく土着のウイルスって言うんですけど、はい、普通のウイルスですね。ねですから当然。 まあ、ウイルスはもともと薬がそれほどき効きやすくはないんですけどね、はいえー、この北大学の,そのイベルのメクチンとかそれからもう一つ富山大学のね、えー、安部さんがいいんじゃないかって言ったことありますけど、はいえー、その薬もかなり効くんですね。アビ,すアビガンですね、はい、で効くんですがそれが禁ほぼ禁止された状態なんですよ、えーで。今そういう激しいニュースがあるのはね。はい、要するに例えばあ 何でしょうか、ね、今のアビガンなんかもですね非常にこう詳しく見ると副作用の一つに遺伝子をちょっと操作しますからあれもですね、うんはあ、ですからそういう,こ,うあのことが危ないと言われてますが、えー、それは現在のあ打ってるワクチン、はい、現在打とうとしてるワクチンの危険性から比べればもう全然低いんですよ。はあ、じゃあ,あのこれは、まあ、虎のニュースなんで私の見解を言いますとね、えー なんでそれでは現在ワクチン遺伝子ワクチンの方が認められていて、うん、それでアビガンだとかイベルノメクチンがなかなか使えないといはなぜかっつったらえ,ー、えと全世界的に金が流れて、はい、ワクチンを使えってことになってるわけですね。はあはあ、ですからお金で人体実験をしてる状態なんですよ今は、はああ。つまりその、うん、とワクチンに遺伝子のワクチンを使うってことは20年間あの認められなかったわけですね。 認められてなかった、えー、で現在でもワクチンを医療関係者に打った状態を見るとね2回目なんか打つと相当高熱がうんと出てる<ー>しかしなかなか表面には出さない、うん、なんでそれを NHK とかあの他のメディアが出さないかというと、えー、政府の方針と違うことを報道しないという。 うん、その国民の命よりかは政府の方針だというね、ええ、そういうその間違ったメディアのためだと僕は思いますね、ええ。で <laughs> あの大いに使ったりそれからもう一つね僕が言いたいのはねイェ、ええ、ルネクチンとかそういった薬もあるし、はい、それからもっと言えばあのトランプ大統領が、ええ、コロナになった時に最初に消方したのはビタミン D 剤ですよね。ええはあ、で、まあ、私もここのところで言ったように、ええ、コロナを止めるのはワクチン以外に。ええ もちろんその食事はどうするか日光浴どうするかね日光浴して熱い,熱い風呂に入ってで軽い運動してでお茶を飲んでとそしたらもう相当程度防げるんですよところが防ぐ方は防ぐものとかこういう薬とか一般的な薬は全く報道しない政府も言わない政府のおびさんなんかも何にも言わないただワクチンだけ打て自粛しろとこれだけ言うとこれはね 非常に偏った状態なんですよでそれはなぜそんなに偏ってるかっていうと例えばね <laughs> 何の病気でもそうです特に風邪はそうですがああ今これ風邪ですから新型コロナウイルスはああ風邪をひかないための生活方式とか、うん、食事とかいうのはもういくらでも知られてるし、うん、それからそれはいい加減なデータじゃないんですよ、うん、つまり国民をコロナに,かか,らせないようにかからないようにするという報道はほとんど行われてない。 実はもうこの虎の門で言ってるぐらいですよ石黒先生にもお出ましいただいてもらったけどね、えーはい、だから予防方法っていうのは、うん、その生活の態度もある食事もあるだからニンニクとか生姜とか、うんね、具体的なものもあるし、えー、緑茶を飲めば、えー、100分の1になるんだし<ー>そういうことがいっぱいあるわけですよ、うん、だからその自粛とかそのその何ワクチンだけじゃもちろんないっていうか 自粛とワクチンなんか分分の1か20分ののかからいい効果しなもっと効果のあるのはこの際我々は風邪をひかないように頑張ろうじゃないかってことからそれを全く政府も言わないで NHK もやらないんじゃ何のためにあんだとうんつまりね PCR 検査のあれを厳しくしてそれで本当は1万匹つかないと発症しないのに5匹で検出して患者の数だけ増やす。ね それからこれは不確定情報ですがまだどうも各国で出している死亡者死亡診断書の数は報道の時に水増しされてるっていう話もあるわけですよ。でつまり患者数も増やし死亡者数も増やしてワクチンに持っていくと本当はそうじゃないですよ方向は。感染者数を減らして死亡者数を減らしてワクチン打たないようにするっていうのが一番いいわけです当たり前ですけど。そのためにやっぱり 生活をどうするんだね、うん、それから軽い時にはビタミン D を飲むなりビタミン C を飲むなり水を飲むなりいろいろ瀬戸際で防ぐ方法あるんだから、うん、お母さんがそれ知ってたらね、えー、あの僕はこれ聞いてる人でも家に常備してるとは限らないと思うんですよ僕は常備してんですよ、はい、で怪しい時にはこれと<う>まあ漢方も聞きますからね、えーえー、だからそういう方向に行って、ね、もう少しね明かりを置かないと。 あ、都知事みたいなね。恐怖ばかりあ。暗いがもし、人を締め付ける方だけやるっていうのはね。ダメですね。ね<ー>と思います。はい。はい。先生、金は鳴らさなくてよろしいですか。<laughs> <laughs> というお話なんですが、須田さん、いかがでしょうか。ええー。あのー、まあ。ちょっと全く違った角度からね。はい、話をさせていただくと。 あのやっぱりとりあえず現状では、はい、えの方向性というのは、えー、ワクチンを接種して集団免疫を形成して、はい、あるいはその重篤化重症化ね、はい、ならないように感染したときも重症化にならないように、はい、えすると、はいえー、あるいは感染そのものを防ぐというところでってそれでも感染者が増えるから、はい、でそれで命を失われる場合はこういうい特効薬というかですね、はいえー、薬によって命を救済するというね、はい、まあそういうい手順なんだろうなと僕はそう理解しているんですよ。よ、はい、ただあの 冒頭、ね、言われたように、えーまあ、そのなぜこういった薬がね、えー、じゃあ承認されないのか、えー、あるいは、まあ、正面から、ね、受け止められないのかあるいはあのワクチンそのものを取ってみてもですね日本でこれが、えーね、承認されたのが2月の14日、えー、世界標準から比べるとものすごく遅いんですよ<ー>だからそういった治験が完了していない承認が完了していない国と、えー、やっぱりじゃあまだそれが終わっていないのに手続き終わっていないのに じゃあその出荷する、輸出をする、そういう体制は取れないということで、ようやく2月14日以降、それが具体的に作業が進んできたという経緯があって、それは今日のワクチン接種のね遅れに結びついているわけなんですよね。じゃあ、そういったですねあの作業の遅れであるとかそ、そもそも作業のサボタージ、治療薬に関する作業のサボタージがなぜ起こっているのか、ポイントだと思うんですね。私なんかずっとと取材をしていくと異形技 これ厚生労働省の中にいる、まあ、議官といったら、ねはいえー、お医者さんですよ、えー、お医者さんがいてですね、えー、そこがこういった治験であるとか薬の承認であるとか、えー、という権限を一手に握ってもちろん専門家ですからね事務を扱う事務官よりもその議官の方がえー、にそれにが与えられるというのは当然のことなんでしょうけども、はい、でここがですね非常にこう障害になっている。 でお医者さんですから、えー、言ってみればその医療村の人なんですよ。えー、医療村の中でもその医者よりも通常のね、えーじゃあ、例えば日本医師会等とかで出てくるね、えー、ああいったお医者さんよりも、格外等もしたらしいんですね。えー、で、本人たちもですね、えー、この厚労省で仕事はしてるけども、もし何かあったら医者になりゃいいやぐらいのね。 だって、医師免許持ってるから、医者になれるわけですからね、えーえー、そういった帰るところがある人たちなんですよ、うんはい、でそういったつまり、医、え、系、ー、機官、官ですね、うん、それから、えー、医者、これは業ですね、<ー>業界の業ですね、えー、でそして、厚、えーまあ、労族と言われている人たち、族議員ですよ、はい、政治家、政官、業のガッ チリしたの利権の構造がそこにあるんですトライアングルができちゃってるんですよ。でそうするとやっぱりこの薬の承認だとか治験だとかってものすごい莫大な利権になってるわけなんですね。はい、ですから<ー>えそこについては絶対に犯されないような仕組みがあって。 ででそれは、ね、国民の生命安全、つまりあの薬の副作用であるとか、それによって亡くなる方だとか、過去、薬害だとかいろいろとケースがありましたよねで、まあ、そういったところを恐れるという部分もあるんですよ、でそれによってです、ね、国が訴えられたり製薬会社が訴えられてきた、そういう過去の歴史があるから、慎重になってしまう、それに対して、ね、臆病になってしまうと。 いうところがあるから、それは仕方がない部分があるんだけれども、ただその一方でね、その製薬会社から出てくる金といったりとかな、え、そういったところを含めたその利権を守るというところで、要するにそういったその治験であるとか承認作業が遅れているというか、まあ遅れているというのもサボタージュしてるんですね。だから今有事なんだから、平時と同じような状況でその作業を進めるから、要するに世界のスピードについていけないんですよ。こんな遅れちゃうんですよ。 でさっき武田先生がいみじくも言われてた尾身さんだってこれはもともとイ系機関ですからねあ<ー>そののトライアングルの中にいる人たちなんですよだからああいった形で自分たちの利権を守るためには、ねえー、焼肉屋なんて恥で終われゃいいんだ酒なんか出さなくていいんだみたいな飲食店、えーえー、あるいはその何ですかまさかさえ園芸ホールのようなところに幸せを持っていく、はいえー、要するに自分たちを守るためにはほかが犠牲になってもいいというね。 まあそういうところが今回あるんじゃないのかなとだからえこのイベルメキチンに関しても<ー>要するに自分たちのその権益というか利権を守るために、はい、え取り残されているところとして私はあるんじゃないその医経機関の存在っていうのに<ー>やっぱり焦点を張っていく必要があるんじゃないかなと思いますねそうですねまあ医経機関は特に臨床なんかもほとんどやってないんでねレベルも低いことを自分たちで分かっているわけですよだから尾身さんの会議なんかでもほとんど具体策が出ないのは実はねあのこの前医者に聞いたら あそこのグループじゃ具体策は出ないだろうね実力ないからとそういう,まあそういうあそれからもう一つね菅、ね、田さんがそう言われたんで僕も一言ねいろ、うん、<coughs> んな国の委員会の経験なんかもあるんでちょっと一言言うとね、はい、2009年のこれは医療関係の国の委員会で、ええ、そのあることがその今 決めてるる血圧とかかコレストロールいいいろろ基準あるじゃないですか、はあ、これは不適切だって議論になった、ええ、これは薬を設けるだけのことからやめた方がいいんじゃないかと大、はい、いい体体そうなったその時に、うん、その病院関係の人がですね、ええはい、どう発言したかった、はいええ、いやそれをね基準変えられると、はい、もう薬が売れなくなってそうそれで病院経営のことをどうそのまま言うと病院経営のことをどう考えてるんですかっていう発言があった。 <ー>国民の健康よりかいや僕ねこれね皆さんね信じられないと思うんですよ<ー>そういうことが国の委員会で言われてるってことが信じられないと思うんですねだけど現実の状態はそういう状態なんですよ、うんはい、そんなことやったら薬が売れなくなって病院経営をどう考えてるんですかって来たんだ、えー、そでそれはね6年間隠されてたわけだ、うん、それから僕が出てた国の委員会原子力安全委員会ね2006年、うんはい もう原子力危ない原子力発電所が危ないってことになって、うん、それまでは、えー、絶対安全って言ってたんです国は。えー、だ絶対安全では事故が起こった時に大量に官僚とかや責任を取らされるから、えー、言葉は考えなきゃいけないということで<ー>そこに出てきたのが想定外っていうでこれからは絶対安全と皆さん言わないようにしましょう、うん、想定外の時は事故が起こりますで行こうと。えー、その時に えー、住民は著しく被爆するっていい書いてあるで僕が「その著しくったところ取ってください」と「えー、著しくはいくらなんでもひどいからと」と、はい、言ったら僕が言ったらそういう質問したら、えー、経産省の課長が出てきて、えー、それで延々とそのくだらない答えを20分するんですよ20分、えー、僕が1分向こうが20分、はあ、ね そして次僕からちょっと不十分だからもう一回質問しようとしたら院長が今度東大の院長がえ武田先生もう時間がとくるんですよそれでそのまま閣議通ってそれで2011年に事故起こった時に想定外が出てきたわけですよだからねあの想定外っていう言葉はみんなが想定外だしょうがないとか言ってたけどそんなことじゃなくてもうその5年前に用意されてた,だったんですだからね,だからね その時に僕はもう一個言うのは原子力の委員会だから自主公、はい、民主公開だから必ず公開なんです、うん、朝日で N H K いるんですよ。うん、ね？ええ、記事にしないんですよこのでっかいやつを。うん、だけどイベノムクチもそうだし今あの須田さんが言ったその意見議会の件もそうなんだけど<ー>その原子力だって今まで安全できたのに危険になったって言ってるんだからこれは大きなことで、うん。うん NHK だったら国民の受信料取ってるんだから絶対に出さなきゃいけないですよこれ記事にして放送にしてだけど僕らが今一番日本人が一番不幸なのは本当のことをだからね国がね隠すのは当たり前国が隠すのが当たり前だから僕らは報道っていうのを持ってるわけですよ報道が取材して事実を明らかにする僕だからいつも須田さんが評価してるのはそれなんだよ なな愛知県のトリエンナーだって全然普通の報道から出てこないわけだよ<ー>何が行われたのかっていうのがね,、えー、とかねだから僕らは NHK に受信料払ってて何の意味もないんですよ NHK がいい番組やります大河ドラマやります、まあ、それは大切だけど、えー、そんなために NHK の受信料をまず第一に払ってんじゃないんですよ、はい、だからその原発が危険になったっていう報道をもしその時に あのそれでもう今までは絶対安全だったけどこれからね官僚の首を切らないために想定外にかか変わりましたとしたらね福島の周りに住んでる人はね、うん、ある意味は転居したかもしれないんですよ、うん、そのためのニュースだから、えーね、あるいはですねその声を上げて、うん、その原発の安全性を高めるように活動をし始めたことあるんですよ、ねうんうん、あそう,そうなんですよそしたらまあ僕が見過ごしたから僕もね国家の委員として非常に恥ずかしいんだけどあんな電源になってたと。 いいうのもね、まあ、そう僕は本当にまずいんですよ自分で調べなきゃいけないけどこんな膨大なやつだちょっと調べきらなかったんだけど東京電力の言うことをうっかり信用してたんだけどそういう嘘も分かったかもしれないだから正しい報道を持つということが国民の財産なの、はあ、そのために受信料を払ってるわけだ、はい、今 NHK の受信料の不払い運動が起きてるのは、うん、NHK 最高裁に訴訟なんかしてるけどそうんじゃなくてあなた方の何の報道が問題なのか、はいね、その場合も多分ね これ分かんない推定ですよ、うん、記者がそれ書いて委員会の書いて「です」かなんか持ってったデスク「です」かいや君こんなこと書いたら大騒動になるじゃないか、うん、そんなこと言うわけですから、うん、多分ね中身は、えー、次いきましょうかはいあちょっと今の点で言っていいのもう一つね付け加えさせていただきたいのはそういった意味で言うとね医療保険制度であるとか、えーえー、あるいは病院経営先ほど先生が指摘された、ねはい、病院経営を守るために、えー じゃあ何が行われたのかっていうと、あのー、ここ近年ね生活習慣病っていう言葉が出てきたじゃないですか要するにお,お前が2日も連続して焼き肉食うから病気になるんだよみたいなね <laughs> 要するにその病気になる原因を要するに人間個人個人に求めるというね生活習慣病自己責任の世界に持っていくわけですよでその結果何が起こったのかというと急性期医療でこういう感染症ばっさバッさと予算切られてった。 全く力が入っっていかなかなた、うん、だから急性期医療であるとかね、うんえー、あるいはその感染症については国公立病院が、ね、あのやらざるを得ない状況になってこれが今日なんですよ、うん、じゃあそれを医系機関とかね、うん、そのさっき言った生産業が進めてきたんじゃないかとこの低たらくは、ね、で結果的に生活習慣病だからバン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 薬飲むようになってそ<う>、ね、焼肉は毎日食えなくなっちゃったし。 だからそういうね状況を許してきたのは誰なんだっていうことをね考えてみなきゃだめだとだから今日ねあの病院がもちろん逼迫してるっていうのはその結果何が起こったかというとえね民間病院はえベッドのうち8割埋まってないと赤字にななっちゃううんんですよそうなんだで中病院なんかみんな潰れちゃったんだよね、うん、だから要するにベッド数が足りないんじゃない こ,うなるこ,とはこんなとこね日本の状況医療状況の中で感染症がだってイギリスとかフランスとか比べたらわずかなものじゃないですか、えー、120分の1これでも医療崩壊が起こるっていうのは一体誰の責任なんだっていうねその責任追及の声を上げなきゃだめですよこれはそうです、ね、あのね今ねこれ見てるとね最近僕思うんだけどね武田嘘つく嘘つくっつう人がねああ何年いるんですよあの僕ねあの全然反論は平気なんだよ 反論が平気なんだけどちょっと心配してるのがね、はあ、そういう人たちに後ろに背景があると困るなと思ってる、えー、本当に僕の言うことをしっかり聞いて武田嘘ついてるこれいいんだけどね何しろその攻撃とかでいけないと、えー、まああのなんかこの前のなんとかイニシアチブもそうですよだって理事長が NHK の職員かなんかと。我々と高い地位のね、はい、だからさそういうところがまた NHK もさ自分で受信料をもらう重要なことは国民に言わない しかもなんか変な団体作って、それで NHK の批判する人潰す、あれがなんで受信料なのかね。僕らお客さんだから。すみ須田さんのご指摘では受信料ではなくて未加入者。三未加入者。じゃあ三行こう。未加入料を受けるんで料ですから。前向きじゃない。いやでも払うわけじゃないんです。仕方ないですね。はい、次次。はい、こちらでよろしいですか。はい。ではコロニュースです。ライブ会場でコロナ急拡大せず、スペインで実験とありますが続けて深入りまいりましょう。 こちらロイター通信の記事を一部割愛してお伝えしますスペインのバルセロナで新型コロナウイルスの簡易検査で陰性だった5000人がソーシャルディスタンスを取らずにライブコンサートに参加するという実験が行われ主催者によりますと2週間後も感染者の急増は見られなかったということです。実験を担当したジョセップ・マリリア・リブレ医師は コンサートの2週間後に新型コロナが検出された観客はわずか6人だったと指摘これは過去2週間のバルセロナにおける一般の感染率のおよそ半分に当たり感染急増につながるイベントではなかったとした上で6人の感染がコンサートで起きた証拠もないと述べましたその上でデータは非常に心強いもので世界中のあらゆる場所で文化活動を行う際の参考になると考えていると 語ったということで,す、ねで,ですね、これ、ロイターのあれですよですえーとやっぱりね、さっき NHK のこと言ったけど、はあ、NHK は完全に放送法第4条違反してる、うん、つまりね、集、え、会、っと、が悪いというデータと集会がいいというデータ、はい、それからスウェーデンが全く実質もしない、マスクもしない、何もしないで、イギリスとかそういう周辺国よりか、感染が低かった、ね、自然免疫でね、えーはあ、そういうそのあものを両方放送しないんですよ、絶対しないんですよ。うん それでワクチンがみんなに打つようにひどいことになってるようにだけ放送する、はい、実はねこれさっきあのちょうど出ましたから薬ね、うん、富山大学の先生は一番最初、えー、去年の1月 1>、えー、僕その先生の論文を読んだんですよそ、はい、したら「新型コロナはおそらくね接触感染だっ,つってるんですよ、うん、だから集まるとか人と人とか3密とか関係ない」ってあの時って今から1年以上前に、はあ、それで僕はそれを読んだら非常にしっかりしてたから。 それで、僕もそれまでは空気感染が多いなと思ったのに、暇とか。ええ、人と人とが集まるとかすると思ってたの。だけどそこで例が、先生が例解説たやつが雑巾ですね。